こんにちは。大洲市議会議員の中野博史です。今日は9月10日日曜日です。大洲市内、今朝から曇り、午後は雨との予報です。今、ちょうどお昼なんですが、今のところは曇りの模様です。私今日は大洲城下のお船巡りの観光案内にやっておるんです。今、昼の休憩時間ですので、これから少しここを歩いて、大洲プラージュという新たな取り組みやっておるそうなので、少し紹介したいと思います。では、行ってきます。お船巡りの乗り場から日川沿いを歩きます。こんにちは。こんにちは。にはお。台湾からの観光客の方でした。お疲れ様です。なんか気配を感じたんだけど。水辺の椅子も。どうでしょうか、水辺の椅子の感じは。水辺が
暑くて気持ちいいですありがとうございます。これは気持ちよさそうですね。はい、ありがとうございます。ヨギ棒までありますね。はい、それでは大洲プラジュ主催者の大洲地域おこし協力団の杉井さんです。この大洲プラジュのコンセプトちょっと教えてください。はい、プラジュっていうのがフランス語で水辺とかビーチとかいうものを表す言葉なんですけど、肱川にもこう素敵な水辺があるっていうことで大洲プラジュと名付けました。この場所にパラソルも設置していて、パラソル8つとでチェア6つと、ビーズクッションを4つとハンモック3つ設置してます。で、だいたい雨の日はやってないこともあるんですけど、金土日でやっていて、で10月の9日まで10月9日までですね、はい、はい、やってます。はい、ありがとうございます。遊びに来てください。すごい快適です。こんな感じですね、後ろはね。はい、広がってます。はい、またぜひ来てください。ありがとうございます。大洲プラジでした。私も今川べりに座っていましたが大変気持ちいいです。ドリンクあるとさらに最高だと思いました。10月までやっておりますのでぜひ体験してください。お待ちしてます。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。